こんにちは、ライフサイエンス統合データベースセンターの山本です。これからその今岡部さんの方から話がありましたスパークルのちょっともう少しアドバンスな内容ということで言語使用をいくつか紹介していきたいと思うんですけども、少し内容もさらに高度になるし時間もっていうことなのでささっと全部は喋らないことにしようかなと思います。で、資料はもうすでにここからリンクがありますので後ほどご参照いただければと思います。で始めればいいかな。これ今度こっちからしか見えなくなっているっていうのがよくわかんないことになってで、こんな感じなんですけど、このうち の更新系とかっていうのは本当にハンズオン的な感じで、実際に手元で試しながら進めていただく方がよくご理解いただけると思いますね。この辺はちょっと端折っていこうかなと思っています。で、ここでさまざまなスパークル の内容を限っていきますけど、まあ、先ほど午前中から説明がありますけれども、タートル形式を元にしてスパークルのクエリっていうのは書いてますので、タートルを大体頭に入っているとそれがそのままパターンマッチという形でスパークルの検索に応用できると思いますので、タートルでスパークル、タートルの文法を元にした形でスパークルのパターンマッチングが行われます。で、この今皆さんが使えるようなスパークルの検索っていうのはほとんどがスパークルの 1.1 っていう仕様になってまして、で 1.1 の仕様が最近何年でしたっけ、2013年に公式にリリースされました。それまでは 1.0 っていうのがあったんですけど、 1.0 から 1.1 になって非常に内容が豊富になりまして、検索できる内容が複雑に条件を指定しながら目的のデータを取り出すということができるようになっています。で実はそのスパークルの仕様ってこれだけ11の文章からなっていて、とても複雑で長いものになってますので、もちろんこれを全て網羅して説明することはできませんので、その中の一部の問い合わせをこれからご説明します。で、大きくこのスパークルの仕様っていうのはこんな形で分かれてまして、スパークルのストアっていうのがまずデータが入っているデータベースです。で、そのデータベースに対して利用者はクライアントから問い合わせを行いますけれども、その問い合わせを行う時の問い合わせの言語の仕様が決まってたりですとか、どうやってそのストアの方インターネットのネットを介して問い合わせをして、それをどういう形で返すかといった仕様が全て定まってます。で、こういった形でSQL と違ってスパークルはその問い合わせの言語だけではなくて、実際その問い合わせ言語をどうやってサーバーとクライアントの間でやり取りするかっていうところまでをちゃんと標準という形で公開されている仕様になっているという意味で、非常にオープンな標準的な問い合わせ言語となっている状態です。で、まずはそれで実際に本当にやっぱこういうスパークルっていうのは、まあ、プログラム言語みたいなものなので、手元でさまざまな形で試していただくのが一番いいと思ってますので、まあ、そのために一番いい環境として布石っていうのがあります。ですので、できれば今ではなくてもちろんですけども、よりスパークルっていうものを身につけるという意味では、この布石っていうものをご自身の PC にインストールしていただいて、でそれから自分で好きなようにさまざまなデータをスパークルで問い合わせをしたり内容を更新するってことをやっていただくといいかなと思っています。で、これはここにキータの方にそのどうやってインストールするかとか、最初に一番最初どうやってデータを入れて試してみるかっていうことを書いてありますので、ぜひこの文献というかリソースにアクセスしていただいて、それに基づいて布石ってものをインストールしながらデータを試して入れてスパークルを試すってことをなさっていただくといいかなと思います。で、まずはこの中で、プロパティパスの方から、今ちょうど最後の質問から入ってプロパティパスの内容が出てきたところなので、ちょうどいい形になってるかなと思いますけども、これもその 1.1 から入ってきた新しい仕様です。で、そのここに書いたようにスパークルならではの強力な検索機能になってまして、で、その述語の部分にさまざまなパターンマッチの機能を使って拡張した書き方でパターンマッチができますので、必要なデータを効率よく問い合わせるような簡単に書けるパターンマッチの表現ができるようになっています。
で、まあ、こんな形から始めていくわけですけども、これは特に、これなんですかね、ポインターはこれなのかな。どっかで使えるんですかね。どうやって聞かないですか。まあいいや、この例なんですけども、これは、2つのトリプルを1つに結びつけたグラフになってまして、これが、太郎さんは、誰かさんを知っていて、その誰かさんはさらにどういったものに興味があるかというものをつなげて書いているグラフになってます。で、これをトリプルで表現すると、この2つあるんですよね、この小土、これになってますね。これがトリプルとして表現できます。で、これ、ここでポイントになるのは、この太郎さんが誰かを知っていることではなくて、その知っている人が何に興味があるかっていうところだけっていう問い合わせになっているところがポイントで、なので、ここは別に知る必要がないので、ここに誰も変数を入れたいわけですね。で、それでこの2つのトリプルを1つに表現するところで、このスラッシュを使います。で、このスラッシュを使うことで、この太郎さんは、誰かさん知っていて、その誰かさんは誰でもいいんですけど、それの興味あるものはこのクエスチョンマークの T っていうところにバインドしてくださいという問い合わせのパターンになります。で、このスラッシュっていうのはまず一つのプロパティパスの使い方になりますし、他にどういう使い方があるかと言いますと、こういう形で、この普通ですとトリプルは主語、述語、目的語っていう形で問い合わせに書きますけども、その逆にすることができて、目的語、述語、主語っていうふうな書き方もできるようになっていて、そういう形でその反対にする作用をさせる記号としてこのハットがあります。なので、このハットを使って述語を表現すると、ここが目的語になって、で、ここに述語が来て、で、こっちの一番右側が主語っていう形のパターンを書くことができるようになります。で、これとこれがぴったり同じトリプルパターンという形になります。で、それから、あともう一つは、そのオアっていう意味の縦棒も使うことができて、で、これはどういうトリプルかと言いますと、この太郎が何かに興味があるか、もしくは、何にパブリケーションなんで出版してるかっていう、どちらでもいいんですけど、そういう述語を持っている何かを検索してくださいっていうパターンになります。なので、これも、それぞれ2つ分けると、持っているものとしての、主語に太郎が来て、プレディケート、述語にインタレストが来て、で、クエスチョン T な変数が来るっていうトリプルと、太郎と、パブリケーションズと T っていう2つのトリプルの、オプションで、ユニオンと同じような感じになってます。よくオアなので、どちらからでもいいし、両方あれば両方とも取ってきますし、片っぽ1つあれば取ってくるっていうようなパターンを1つのトリプルで表現できるようになる。これがプロパティパスの表現の1つです。で、あと、これが、今、これ話してましたけど、このプラスっていうのを使うことで、このコアフノーズ、太郎が知ってる人の知ってる人の知ってる人って形で、この1個以上、コアフノーズでつながっている全ての目的語を検索して取ってくるっていうパターンになります。この辺は正規表現をご存知の方だと結構馴染みやすいと思うんですけど、そういう正規表現と同じような書き方で、述語のパターンを記述することができるようになっています。で、ただ、このポイ、問題として、こういうプロパティパスの記号を使うときには、その記号と変数を同時に使うことはできないんですね。主語とか目的語にもちろん変数を書けるんですけども、こういう、スラッシュですとか、このハットとか、オアを使うときに、このプレディケートの部分に、これをパターンと合わせて、クエスチョン P とかっていう、両方同時に書くことはできません。ですので、プロパティパスを使った時の述語の部分の表現は、例えば特定の URI しか書けません。ここがちょっと注意ポイントになります。はい、よろしいでしょうか。で、これ、実際にこれも試していただくと分かるんですけど、だんだんそのスパークルを使ってさまざまな目的のデータを検索しようと思うと、こういう表現ができると非常にすっきりと全てのスパークルクエリが書けるようになるので、これがない時に比べてこういう形で書いた方が信頼性も高まりますし、そのないどういったことを、問い合わせしているのかということが分かりやすくなるという効果があります。
で、まあ、もう一つ、まあ、例としてこんな形に書いてますけども、これもあれ、なんか認識されなくなった、すいません、よいしょ、よいしょ、これなんか短いですね、ちょっとね、あれどうなってんだろう、あ、すいません、なんかどっか押すと一発でいったら、これのはい、すいません、マウスカーソル使えないんですか、あ、こっちに出ないんだ、うん、はい、どこまで行っちゃった、ちょっと飛びすぎてますね、すいません、あ、ここですね、でこれですけれども、これもこういうグラフになっているということ、RDF がグラフということは説明が前の方々からありましたけれども、まあ、このグラフをスパークルを使って検索するわけです。でその時にこういう形で例えばグラフ対象、検索対象になっているグラフがこうなっていた時に、これをプロパティパスで書くとこんな形になりますよということで、非常にそのグラフを探索しながら検索する表現をこのプロパティパスはそのまま対応する形で表現できるようになっているということで、先ほどお伝えした通りの視認性やその問い合わせの内容が簡単に伝わりやすくなっていますということが利点です。でこの場合は本当にこことここの2つの関係を知りたいというときに、この間のノードはどうでもいいので、この辺のプロパティとの関係だけをこういう形で表現していって、このエンドとエンドの変数を表現して一つのトリプルパターンとしてスパークルで表現できるというところがいいところです。ですか。で次にバインドっていうものですね。でバインドっていうのも今回1.1 から入った非常に強力な機能でして、でこのバインドっていうのは2つ大きく分かれてまして、バインド、そのままバインドっていう表現とバリューズっていう2つの表現があります。であちなみにここの括弧の中のページは先ほど紹介しましたテキストのこの中のどこのページに行くとこれが書いてあるかということの参考になりますので、もし本っていうテキスト等をお手持ちの場合お持ちの場合はこれを参照していただければと思います。でこれをバインドとバリューズを使って何ができるかといいますと、クエリ中の変数に他の別の計算した足し算とか四則演算とは全てスパークルの中でできますけれども、そういう四則演算をした結果ですとか、さまざまなそういう演算結果を一つの変数に割り当てることができるものがバインドっていうキーワードになります。で、バリューズとバインドは何が違うかといいますと、バインドがその一つの変数に何かしらの演算の結果を割り当てることができるのに対して、バリューズを使うと複数の変数に同時にさまざまな演算結果を割り当てることができるというところが、そのバインドとバリューズの違いになります。よろしいですか。なので例えばこんな形に使いますけれども、これは P×1-discount閉じ括弧っていう計算式をこの price っていう変数に割り当てるときにこうやって使いますっていう例ですね。こんな形でこのバインドの次に括弧が来るんですけども、括弧の最初の部分にその計算式が来て、その計算式の結果をこっちに入れるっていう時に as っていう使います。なのでちょっと英語の表現に似てますけども、この a as b っていうことで a を b として割り当ててくださいっていうような表現をスパークのクエリの中で使うことができます。でこれがバインドというキーワードの使い方になります。でこれもクエリがだんだん複雑になってくると非常にそのパターンが複雑化していったりとか長くなったりですとか、計算式とかが複雑になってクエリがだんだん読みにくくなったりするんですけども、こういうことを使うことで一つの変数に割り当てたりすることができて非常に読みやすくなるという効果があります。あとそれから
もう一つの、利用例として、このセレクトのところに実際に自分の手元に持ってくるデータを列挙するわけですけども、そこに、ここにはある特定の値を書くことができないんですね。なので、この得られたデータをそのまま自分のテーブルとかに入れ込みたいときに、ある固定した値を入れたいというときには、このバインドを使うと、ここに変数にこういう形でバインドすることができますので、特に変数ではなくて、なんか特定の自分 のテーブルの中に入れ込みたい数値とかリテラルとかをこのバインドして、ある変数に入れておくと、そこをここのセレクトのところに入れることができますので、そういう形で使うこともできるっていう利点があります。定数値を自分の結果に入れたいっていうときにはバインドを使うというやり方があります。でバリューズの例はこんな形で、バインドとバリューズは同じ効果ですけども、複数の変数に複数の値を同時に割り当てたいというときにはバリューズを使います。でこれはこのブックにブック1とブック3という値を1回1回入れて検索を回すという効果になります。でこちらはさらにこのブックとタイトルっていう変数に、最初はアンデファインドとスパークルチュートリアルっていう値を入れると。で次のでそれ1回検索して、で次に今度ブック2っていうのにブックの変数に割り当てた後に、タイトルには何も入れないでもう1回検索を回すってことを行う時のスパークル検索の例になってます。こんな形で対象となっているデータの中にどんなトリプルがあるかは全く関係なく、ここのバリューズで与えたそのローカルのルールみたいな形である条件を設定して、少なくともこの値でどんなものがマッチするかということを検索するということができるようになります。なので例えば対象がすごい大きなデータベースで、そのうち一部の検索だけを行いたいという時の条件として、あるその値がもうすでに自分が分かっているという時に、このバリューズで値を与えておくと、探索対象を絞り込んで狭くすることができるので、効率的な検索を行うことができるようになります。で次がフェデレーテッドクエリーズというもので、これがその先ほどご質問にありました複数のエンドポイントに同時に検索して手元でジョインするために使うキーワードになります。でこのフェデレーテッドクエリーズを実現するために必要なのがこのサービスクっていうもので、このサービスっていうキーワードを使うと、特定のエンドポイントに対して自分が書いたスパークルクエリを投げて、で結果をもらって、その結果に基づいてまた別のエンドポイントを検索するっていうことができるようになります。でこういうことはもちろんプログラミングが得意な人であれば別に全部スパークルで書かなくても、それを使いながら自分のプログラムの中でやってもいいんですけど、スパークルで全てそれができてしまうというところがポイントになります。でそれからサブクエリは先ほどご質問がないや、説明があった通りで、クエリの中にクエリという入れ子にすることができます。でこれも例として、そのなんかまず1回集計して、その集計した結果のまたさらにその集計をどうするかみたいな時って大体出てくることがあって、これも本当実際自分がそういう問題にぶち当たらないとなかなか実感できないんで、なんかあんま口で説明してもしょうがないですけど、こういうのがありますよっていうのを頭に入れておくのが一番いいと思います。なんかこういうことができるんだっていうことが分かっていれば、自分がその問題にぶち当たった時に、あ、そうか、サブクエリっていうのがあったねっていうふうになると思うので、あまり触れないという方がいいかなと。でサービスクの使い方がこんな感じですね。でサービスクの場合はこういう形で、親の中にサービスって書いて、でサービスの次にこのカッコ山カッコみたいなの中に、実際これから自分のクエリを投げたい対象のエンドポイントのアドレスを書き込みます。でこういう形で、でその後にこの中カッコで具体的な検索の内容を書き込みます。でそうするとここの検索がこのエンドポイントに対して行われます。でその結果がこの変数にバインドされてきます。ので今度はこの変数を自分 このローカルの手元の方のデータベースに対してクエリの中で使うことができますので、これで例えばこの場合だと、自分がこれからこの書いているスパークルクエリを検索する対象のトリプルオスターのデータとこの DBpedia のデータをジョインすることがスパークルの中だけでできるようになります。
で、これはいくらでも何回でも列挙することができますので、これはあの例としては DBpedia しか検索対象にしてないですけども、他にもエンドポイントが3つあったり4つあったりする場合はそれぞれ全てサービスでこう囲っていくことで、どの、あのエンドポイントであっても同じように検索をしてジョインすることができるようになっています。あとコンストラクトですね。でコンストラクトっていうのは今までセレクトしか説明してなかったんですけども、コンストラクトっていうあのクエリータイプを使うことで、あのクエリー投げた結果をまた同じトリプルのセットである RTF データセットとして取ることができるようになります。でセレクトはその変数をセレクトの次に変数を列挙することで、その変数にバインドする値だけを取ってくる表データになりますけれども、コンストラクトは RDF に対して検索をかけてまた RDF を取るという結果になります。ここがセレクトとコンストラクトの違いです。なので新しい何かしら自分の必要な条件で、データセットの中の一部の条件にマッチしたトリプルを生成して、それをまた別のデータセットに適用するみたいなことができるようになります。でこんな形ですね。でこれはここでこの部分の親以降はセレクトと同じように使うんですけども、親の前の部分がセレクトの代わりにコンストラクトになっていて、でコンストラクトの後の中括弧の部分に実際に生成したいトリプル の, あの条件を書きます。これテンプレートって言いますけども、ここに書かれた内容のトリプルがアルケフとして生成されてきます。でここに書かれている変数がありますけども、この変数にマッチするものがこっちにあれば、その変数が順番に入っていった結果としてトリプルが出来上がりますけども、もしもここの中にこの条件にマッチするものが一つもなかったら、もちろんここ の, のテンプレートがあっても1行もデータは生成されません。それでこういう形であの自分の条件に合ったものだけにあの合わせて、トリプルを生成することができるのがコンストラクトというものになりますけども、ただコンストラクトを使ってもそのデータはその場でトリプルのセットとして取得はできますけど、それを自分のデータベースに入れるっていうことはできないんですね。なのでそういうことをしたい場合はあの今回ちょっと時間の関係で割愛しますけども、更新系の方を使うことになります。あくまでもこれは、結果として得られるものがトリプルであるだけで、その結果を自分のデータベースに反映させるということができるようなものではありません。で ASK っていうものもありまして、ASK は何をするかっていうと、あるこの条件にマッチするデータが目的のトリプルストアのデータベースの中にあるかないかだけを問い合わせするもので、あれば True が返ってきます、でない場合は False が返ってくるというものです。なので、まあ、大きなデータベースがあっていきなり複雑な、条件を書いてたくさん結果が返ってくるみたいなことがあると、その時間かかってしまいますので、最初あるかないかだけとりあえず確認して、であった場合は次の作業をするみたいな時に使うことができます。で最後このディスクライブっていうものなんですけども、これは何をするかと言いますと、あの特定の URI、 あの RDF はトリプルの集合ですけども、そのトリプル の, あ の, あの URI について、それが主語になっているデータと目的語になっているデータってものを返すっていうことが多いですね。これ特にそのディスクライブの対象に URI を取るってことだけは決まってるんですけども、それに対してどういった結果を返さなくてはいけないかっていうのは、あの仕様としては何も決まってないんですけれども、基本としてどんなあのトリプルストアを選択してもディスクライブを使って得られるデータっていうのは、そのディスクライブの次に書いた URI がサブジェクトになっているトリプルの全部と、その URI がオブジェクトになっているトリプルの全てが返ってくることが多いです。でこれは何のためにあるかと言いますと、実はこのリンクとデータ の, あの仕様というか、リンクとデータとしてデータベースを使いたいという時 の, あの実現方法として非常にあのマッチしているものになってまして、何かと言いますと、この例えば DBpedia で ある、まあ、東京都ですとかそういう URI を指定した時に、あの DBpedia に対して検索かけると、それに東京都に関連する情報がたくさん得られるわけですけども、その情報を実際に与えている裏側での仕組みがこのディスクライブなんですね。なので DBpedia の東京都っていうこの URL に実際にあのウェブブラウザーのや他のさまざまなツールでアクセスして得られる情報の裏側では
スパークルのクエリのデスクライブってことが行われて、その結果を返しているってことになってます。そうすることでこの URI について何か有用な情報が欲しいっていうときに、その有用な情報っていうのは実際にはそのトリプルの中のその目的となっている URI が主語になっている、または目的語になっているものですよねっていう解釈が暗黙のうちに行われているってことになります。だいたいそれが、まあ、十分なことが多いですよね。だから東京都について何か情報をくださいって言ったら、東京都の人口はとか、東京都の、今の知事は誰ですかとか、東京都には何区がありますかっていうことがだいたいガーッと一覧として返ってくることが多いんですけど、だいたいそれは本当に東京都について知りたい情報として、まあ、すんなり来るんじゃないかなと思いますので、そういう意味でこのデスクライブっていうものが裏側で働いてるんだよっていうことはご存知いただければと思います。はい、ではこんな風になってますよってことでいいですね。どうしますか。あとまだ時間はどうしますかね。もう少し説明しましょうかね。これがその型の話なんですけど、これは午前中に説明がありましたけども、このリテラルの中にちょっと面倒くさいことがありまして、この文字列としてのリテラルっていうのが実は2種類あります。でお互いその検索かけるときに片っぽで検索かけると片っぽはヒットしないっていうことがあって、これ非常に最初スパークルを使い始めたときにはまりやすいポイントなんですね。で何かと言いますと、まあ、これはまあいいんですけど、標高が1234メートルだよっていう整数値っていうのはまあいいんですけども、次のこの国が日本で言語タグに J がついている場合ですね。でこれは言語タグがついているリテラルなので、言語タグをつけたリテラル以外のリテラルではマッチしないっていう問題があります。で具体的に何を言ってるかと言いますと、この単純リテラルとプレインリテラルっていうリテラルに2種類ありまして、この単純リテラルの日本っていうもので検査をかけると、日本 @JH という言語タグがついているトリプルはヒットしないんですね。で逆にこの日本 @JA という言語タグがついた形でスパークル検索かけると、仮に対象となっているデータベースの中にリテラルとしての日本、単純リテラルの日本がトリプルとして入っててもそれはヒットしないんです。なのでこのお互いに別物として扱われているので、これを検索するときに最初なんか入ってるはずなのにヒットしないなっていうときは、これを疑うことが一番最初に考えられることになりますので、注意してくださいねということです。でちなみにこの単純リテラルとしてダブルクォーテーションしかない場合は、裏側ではこのハットハットの XSD ストリングと同じものになってますので、 XSD ストリング型のついている日本と何もついてない日本はお互いに検索でヒットし合うんですけども、こっちはヒットしないってことが起きますので、ちょっと注意してください。どちらも推奨してないです。目的に合わせてくださいっていうのは、どちらがいいかはその利用状況に応じると思いますので、多言語化をしたい場合は、まあ、こっちになるかと思うんです。そうすると言語によって別々のデータを得ることができやすくなるのでいいと思うんですけども、特に言語に依存しないで、例えば文字列としてリテラルとして扱いたいという場合はこっちになるかなと思いますので、ちょっと利用状況に依存するかなと思います。で、はい、一応こんな感じで、あとはこの参照形態アップデートなので、ここはちょっとこれを話してるとちょっと時間かかってしまうので、ひとまずこれで一旦終わりにしたいと思いますので、質問等がありましたらお願いいたします。クリエイトしてグラフができたら、今度例えば他の DBpedia のデータを自分のグラフに入れたい場合は、このロードっていうのが使えます。ロードを使うと、あるストアにあるトリプルのセットを持ってきて、その自分の手元のグラフの中に入れることができて、もうそこから検索ができます。であとクリアグラフとかドロップグラフはグラフを消したいときに使います。なので自分で作ったグラフがちょっと必要なかった場合はこれを使って消えます。あとはインサートデータとリリートデータというのがあって、インサートデータというのは特定のトリプルを目的のグラフの中に入れることができて、リリートデータは目的のトリプルを取り除くと。でこれは変数は何も使えなくて、特定のトリプルだけを入れたいときはインサートデータになりますけども、他にインサートっていうのがあって、インサートっていうのを使うと、この自分のグラフに対してさっきのコンストラクトの更新版みたいなもので、ある条件に合ったデータを自分のグラフの中に入れ込むことができます。
でこれを使うと、例えばこの親のところにサービスとかを使えば、他のデータベース、エンドポイントから必要なデータだけを持ってきて、上演した結果を自分のグラフの中に入れ込んで、あとは自分のローカルのグラフとして検索したり、いろいろできるような形になります。で、このインサートとデリートが同時にできるっていうのもありまして、これを使うと、ある条件に合ったもののトリプルだけを引っ張り出してきて、そのプレディケートを書き換えて、結果を元に戻すみたいなことが一発でできてしまいます。なので、自分のデータベースの中で間違って述語を書いちゃったとか、余分なデータを持ってきちゃったっていう時には、こういうものを使ってデリートしたり、他のに、データに書き換えて元に、更新するっていうことも、一発の、トリプル書くというんじゃないですか、スパークのクエリを書くだけでできるようになっています。で、あと、アドコピームーブっていうことができて、これらも自分のグラフの一つの目的となっているトリプルストアの中に、いくつかグラフを、名前をつけてデータセットは管理することができるんですけども、そのグラフ間でのデータのやり取りをするための、ファンクションというか、キーワードとしてアドとコピーとムーブっていうのがあって、で、何が違うかっていうと、このコピーする前とコピーした後の、もともとあったデータがどうなるかが違うだけで、基本的にはこの最初に書いたデータの内容が次のデータのグラフの方に入っていくだけなんですね。で、アドとコピーは元のグラフの内容は何も変化しないですけど、ムーブはその意味から通じるように、元にあったグラフの中のデータは空っぽになって、で、次に目的となっているグラフの中に全て移っていきます。で、アドはそのもう本当に文字の通り変化ないんですけど、次、2番目に書いてあるグラフの中に元々あったデータはそのままで、さらにこの最初のグラフの中のデータを全て追加します。で、コピーはこの次の2番目に書いてあるグラフの内容に元々あったものは全てなくなってしまって、最初にあったグラフの中のものに全て書き換わりますよという形ですね。こんなことが更新系ではできます。はい、終わりです。ありがとうございます。